丹内雄二は JRA 美穂トレーニングセンター所属の機種。1985年北海道函館市出生。幼少期には野球や相撲にも関心があったが、体育の小ささから来る力不足に悩まされるようになる。実家の近くに函館競馬場があり、登校途中に調教を見学するうちに競馬に興味を持ち始め、体育のこともあり。 中二の頃には騎手になることを決心したという。2004年、第20期生として、競馬学校騎手課程を卒業。美穂清水南厩舎旧社所属騎手としてデビュー。同期には、川田翔宮美、藤岡祐介、吉田隼と、津村明秀らがいる。1年目は発祥という成績に終わるも、 師匠である清水のサポートもあり、翌2005年には勝ち星を27勝にまで伸ばし、特別編勝利も達成。新潟2歳ステークスにて、重賞初起乗を記録し、年末の朝日ハイフューチュリティステークススロックハイネスにて、GI 初起乗の予定だったが、破行による出走取り消しという不運に見舞われた。そして2006年、この年も、順調に勝利を積み重ねていたが8月の、 新潟競馬にて落馬、右上腕骨骨折の重傷を負う。この時丹内はあまりの痛さによれていることがすぐに分かったという、前置3ヶ月と診断されたが、4ヶ月経っても消えない痛みを押して、調教を再開。しかし無理がたたり再手術を要するほどに艦部を痛めてしまう。手術は腰の骨を腕に移植して、 プレートとピンを二本入れるという大掛かりなものとなり、レース復帰は二千七年六月までずれ込んだ。しかし休養の間に減量期間が終了し、起乗以来が減少、また長く実践から離れレース感を失ったこと。さらに、翌二千八年には体内のピン破損による右肩痛を発症、手術のために休養に入るなど多くの影響で、復帰後の成績は低迷、二年連続で、 勝利数一桁に終わった。一時は引退も考えたが、清水やマイネル軍団総帥、岡田茂之らのサポートもあり、2010年には、起乗数、勝利数を共に伸ばし特別戦9勝を含む20勝をマーク。近年は、ビッグレッドファームサラブレッドクラブラフィアン所有場への、起乗を増やしている。2005年の朝日杯出走場取り消し後、GI への起乗を果たせずにいたが、 2011年の天皇賞でコスモメドウに起乗し、6年越しで GI 初起乗が実現するも2週目最後の直線で競争中止し、コスモメドウは予後不良となってしまう不運に見舞われた。2014年2月、長く単内を支えてきた清水が定年により優退。それに伴いフリー機種となったが、勝ち倉を積み続け、 翌2015年佐賀記念をマイネルクロップで静止重症初勝利を挙げると、翌月には道馬でマーチステークスを勝ち、中央競馬重賞初制覇も達成した。ありがとうございます。